はい、どうもです。今日はね、これを食べたいと思います。染み出るうまさ、具たっぷり、薄皮肉まんですね。こちらをね、ちょっと食べちゃおうと思いますよ。これね。それではね、ちょっと温めていきます。はい、できました。でかいよ、これ1個だって200円ぐらいするんだもん。絶対熱いよ。いや、熱いわ。絶対熱いわ。ってかもう熱いわ。こういうのさ、ほら、よくパカーってやるじゃん。なんか、はみ出るとかしたからね、もうね。こっからもほら、そこからはみ出てんのよ。絶対これパカってやるじゃない。パカって。どうしよう。これをちょっとこの上にこう置いて。パカしますよ。熱つつつ。熱つつつつ。パカッ。こういう感じになってます。具はたっぷりだわ。いただきます。もう肉汁なのか油なのかが染み出てさ、いただきます。うん、あ、うまっ。おいしいわ。高いだけある。うん、これは200円でもいいんだけど、肉まん1個に200円出せる親父じゃないから。またね、割引かなんかあった時はでもいいわ。うん、あった。具を見せたいな。パカリンチョだよ。こんなだよ。熱っ。湯気がね、昇ってくる。ほんと寂しいな。番組なくなるの。うん、これ生地だけでうまいわ。味が染みちゃってるから。熱持てないよ。村尾さん持てない。2分は熱いよ。あ、うん、うま。うん、まあまあ。幸せや。肉まんの。肉まんの赤っ。肉まんの名も出ねえ。これだけでうまいね、もう。味が入ってるから。肉まんはね、玉ねぎなのよ。知ってるの。シューマイもそう。だけど、まあ、みじん切りだし、お肉とか入ってるから。これでも私が嫌いな、玉ねぎと椎茸も入ってるからね。うまっ。あかあか。あ、うん、完食。うまかった。今回のこれはね、親父リピートします。
少し割引の時にでも。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご視聴もありがとうございました。それではまた。バイバイ。